どうもこんにちは、人生影の陣です。この画面で放置してると雲が車屋のよくわからないキャラクターになるんですけど、まあそれは置いといて、今日は体をバチバチにぶつけ合ったり、相手を吹き飛ばすみたいな、そんなシーンはありません。ストーリー更新ありがとうございます。レベル5とうとうこいつらが何者なのかわかりますね。ありがとうございます。まず早速行こう。もう気になる、この子が男なのか女なのか。風丸キーの案件もあるからな。ミクリもいるしね。お、始まった。うわ、めっちゃバス。アニメーションなんかクソ綺麗らしい。マッパが作ってるらしいよ。やばくない？気合入りすぎでしょ。まあ知らない人にはと思うけど、呪術廻戦とかチェーンソーマン作ってるとこっすね。エンド？え、あ、アレスの天秤的なことなんだ。エンドだし同じ世界線ってこと？お前声でけえよ。そっちこそ。老害を表しましたこれ。やっぱすげえよライモン。あとエンド。え、ライモンでエンドなんだ。あ、そうなんだ。なんか鼻赤くねこいつ。ライモンで決まりだね。え、こんな赤かったっけ？マジ気になるんだけど。なんだこいつ。お、飛びたかもいますね。人間やめたんだ。まあアレスの天秤の世界線だよね。飛びたか人間やめたって言いましたからね。これ今ビアコの静岡ですね。これ舞台は。まあ僕ぐらいになると。まあわかりますと、スズメの戸締まりの坂道もあると。ああ、なるほど。いろんなところをオマージュしてる感じかな。え、この鼻赤いのマジ気になる。あとで伏線とかで回収されるのかな。バギーみたいな、実は重要人物で必要的な。なんだこれ。ボール。すみません。あ、これ取りません。絶対取らない。はい。陰キャと。おい、待て。おい、待て。おい、待てはなんだ。できるならサッカーには消えた。エルドラドいますよ。ここに世界一決定機関にいるんですけど、サッカー消されますよ。こいつこいつこいつ良くないな、この世界から。どっちタイプなんだろうな。これサッカーのせいで何か失ってやりたくない派のトラマルと、サッカーが好きだけどやれない強引寺派のどっちかなんですよね。めちゃくちゃ綺麗じゃん。アニメーション気合入ってんな。ヤズマイレブン今回のさすがに鼻赤いの気になるわ。え、こいつタイトルでも分かったっけ。いや、なんかこれしか頭には入ってこないんだけど。俺第1章君はサッカーができる。イナイルってね、タイトルめっちゃ大事なんですよね。これ覚えててください。普通にクッネタバレしてくるときあるからね。第5章復活爆炎のストライカーみたいな、あ、帰ってくんだゴーインジみたいなあるからネタバレで。全力ダッシュ全力ダッシュ、ダッシュダメなんだよね。全力じゃなきゃダメなんですよ。あ、待って、女の子。あ、顔見ようと思ったら違う、どこ行った。は、何これ。幻覚見てんだけど、こいつ。え、いきなりボール蹴って、うわ、君、センスあんじゃんみたいな感じで、そんなもの。クソされるみたいな感じ、これ。体験版だから、結構サクサクいく説あるよね。蹴ったらこれでしょ。お、君、何やる気みたいな感じ始まる。待って、俺、周り見たい。なんだ？練習はおにぎりだ！俺たちは血肉となるんだ！練習はおにぎり！どげ！練習はおにぎり、おにぎり！どげ、おにぎり！俺帰るから、俺もう。ちょっと顔、なるほど。モブの顔。今はこの先用はないんだ。今はなくても俺はあるかもしれないんだろ。結構グラフィック、マジ切れたの。これね、延期に延期を重ねる理由が分かるぐらいのレベルですよ。情報収集していいですか。これあれか、もしかして。え、アイテムだと。え、これさ、アイテム毎回これ蹴っ飛ばしてそれ取りかけないの。遠藤伝説の奇跡、なんでここに遠藤伝説いるんだ。もしあれか、遠藤はここにいた。完璧。桜崎。あー、これ幼稚人物ですね。エンドここにいたんじゃね。在籍してて、もしかして、多分未来の話なんですよ、多分これ。で、エンド、多分サムネの、で、サムネじゃない、タイトルのあれなんですよ。え、わかりますか、なんだっけ、あの、エンドの子供いたじゃないですか。さ、あれが多分エンドなんじゃないかなと私は思ってるんですけど。で、実は先生みたいな。だから、自分の息子のチームに勝つために顧問してくれるみたいな。野原中といえば、野球部。やっぱ野球部。野球部強いパターン。あ、これ野球部のあれか。あれ、嫌なやつがサッカー部に入ってくるパターンあるな。陸上部引き抜きパターン。めっちゃ壁山。 あ、違った。南雲原にはサッカー部はない。おい、不親切だなこいつ。知ってんの？聞くなよ。かっけえ声。全国的にはサッカーは人気かもしれないが、クラウドやもうほぼ興味ないし、イケメンだし。これかっこよすぎないか。これでデータを見るわけだな。あ、どうやって見るんだ。孤独をまとう。こいつ主人公あれか。ちょ、陰キャ寄りなんだ。ツイッターやるわ。ツイッター X ですね、これ。サッカー部。な、ボロボロね。ぶっ壊れてる。こいつか。学校の点、クズ、はい。クズ言葉強いな、今回の。今回の主人公、結構ちょっと、あれか。なんか、ネット弁慶みたいな、そんな感じ。え、ロズワール邸じゃないこれ。めちゃくちゃ似てんだけど。九州屈指の進学校。あ、死に戻りして九州なんだ。サッカーなんかやってる場合じゃないっすよ、これ。でも、この世界の人間だと多分、
校舎は比較的新しく、リゼロの世界のやつが戦えそうだな。清潔で好印象。ガニミネポルトンとかやばいだろ。生徒の風紀も悪くない。九州か。学校の雰囲気はデータ通り。雰囲気って言いましょう、こいつ雰囲気ですからね。僕そういうとこ厳しいんで。学業だけでなくスポーツにも力を入れ、中学校だよなこれって。近年は野球部の活躍が目覚ましい。高校じゃないよなこれって話。まさに文武両道。高校生に見えんだけど。火の打ち所のない理想的な学校。あ、来ましたよこれ。これね、クズね、クズとはいかないか。髪の毛やばすぎだろ。なんだこいつ。2年の問題児スマブラ SP のラスボス仕込んでますよ頭に。時代を錯誤した。これはエースストライカーですよね。SNS でもクズと戦われている。これでキーパーって逆に面白いけどね。あ、やばい、アカウント、アカウントね。あ、これ見バレしましたねこれね。どんな学校にも一つや二つ問題はある。それでもここは僕にとっていい学校なんだ。サッカーがないからでしょうね。なぜならここにはもうサムあれだ、わかりましたよ僕は。サッカー部がないから。はい、そういうことなんですよ。ちょっとネクラっぽいなこいつ。新たな試みしてるレベル5、稲荷の歴代主人公って元気はずらさなんですよね。こいつどう見えてもストライカーではないやん。ミッドフィルダー顔すぎるだろ。振動って感じ。マジで軌道振動タイプかもな。司令塔系みたいな。主人公がちょっと司令塔系は。学校に着いたら、てかなんでボール片付けてんじゃん、壊れたやつ。これ3日前とかだろ、廃部になったの。協力して、これ喋り方大事ですね。あー、なるほど。ちょっと話しかけない方がいい人かな、危ないな、こういうの。こういうのってね、裏口から入ると早いんですよ。わかります？アイテムもありますね。アイテムじゃねえや、線かと思った。こういうところ入るんですよ。対策もしっかりしてると。これ、校舎のなんか、あ、先生いいんじゃん。あ、なんかやるか。ボディービルダー部員。ゴリゴリの要求じゃん。おー、なんか吸い込まれる。やばい、ロックマンのネット世界へプラグインするとかと思った。中学なんか始まったんだけど。ボディービルなんかやっていいのか。筋肉つけるのはなんかもう少し年取ってくれないと成長に支障きてします。勧誘ならお断りします。え、何この、え、何これ。道を開けてください。これがバトルなのか今回のアクションさん。はい、なるほど、相性がある。ないとかないですね多分これ。やればわかりますよね。あ、やばい、やばい、あ、これあれか、妖怪ウォッチバトルシステムなんだ、この感じ。さすがレベル5。は？なんか謝罪し始めた。やばい、やばい、なんだこれ。え、サッカーは？俺サッカーしに来たんだけど。よくわかんないね。とりあえず、なんか残っとけばいい、これ。僕には無理です。今作のバトル、え、レースバトルになったの、これ。タンパク質の恵みだ。めっちゃ妖怪ウォッチだな、これ。まあ、なんかきっちりお辞儀 OTP しとけます私。これスレーバーでこすすぎゃいいんで、これインクリングの横目みたいなもんなんで。めっちゃ削れるの。なんでこれ左削れて真ん中削れなかった。あ、待って、やばい、これ妖怪ウォッチってあれだ、これ鰹節切りされる。俺もしかして武士にはいるんだけど、と止めれる、これ攻撃すれば。僕には無理。どういうシステム。固定ボディービル、やっぱなんかこのタイミングこすんじゃない、ボタンを違う。あ、気合で耐えた、でけえ。なんだこのゲーム、マジで弾丸ラッパやってる。俺サッカーバトルしてたはず、俺サッカーチームを始めたはずなんですけど、レスバトル肉体も精神も健康に。やばいやばい、おかしい、これ絶対ラスボスひろゆきだ。なんか大きたまったんだけど、これ頭も鍛えたらどうでしょう。あっ、金取られてんの俺だけ、これ順応できないんだけど。なんか適当にボタン押したら勝てるからまあいいんだけど。あ、マジか、サッカーしないんだこいつ。興味ありません。面白ふざけてるよお前それ。うん、勝ちました。この素晴らしさがわからない。うわ、レッスバトルになってんだ。ちょっとまあまあ、損してる。まあツイッターやってますしね、まあ人気ですから、まあこのぐらいで当たりますよね。自分の中の何かが成長したのか。成長、このシステムのために主人公データ系のクールキャラにしたんじゃないか。これ先生やべえやつら絡まれたんで、ちょっとボディービルも廃部にしてください。こいつじゃねえんだ。話進むかと、進まなかった。これ校内入れるんだ。俺こういうね、校内入るの好きなんですよね。うわ、綺麗、下駄箱どこだ。え、土足なんだけど。え、これ規則もクソもないわ、これ。全然風紀良くないじゃん、これ。やばすぎでしょ。避難訓練でしかないですからね。なんだこれ、マーク。あ、これバトルか。マジか。またレースバトルするんだ、俺。逆転裁判、取られてんだけど。制服の着方、指導対象だ。あ、こいつあれじゃない、あの、せいや、やばい、せた。やばい、せた。ウィスパーじゃん。その程度で指導されないといけないんですか。そのくらい規則守れよ主人公。そういうキャラなのにさ、パワーラード注意、その意識が。
パワハラっすか俺。対抗する準備知らない、どうやって対抗するか教えてくれよ。こういうなんか一番クラスが孤立してますからね、こういうキャラの、ね、反抗するの。これで勝てなかったら終わる、マジ負ける。僕ね学校でマジで怒られたことないですから。本当にいい子は固くね。え、これ死んだ俺。パン負けたんだけど、これセロ Z だなこれ。毒さよりむずいんだけど、え、死にゲーだったんだけど。え、俺2000ぐらい負けたんだけど、体験版の爆発せ。あ、ギモバじゃないんだ。もうちょ、話しかけないでしょ。学食探そう。僕の高校公立だったんですけど、どう、あの、周りでは珍しく学食あったんですよね。運動部の倉庫ついて、まあ1年の頃とか2年の中盤ぐらいでやっと行ったんですけど、これゴミ分別立てるんでクラスの時わかりますね。このさ、空き缶とペットボトルが入れるタイプのやつ、一緒にわかんなくない、中身が。やばいよね。自販機チェックも入りますと。アスラジュースとアロエシロブドないんで、ゴミですね、この自販機は。はい。先生、この学校今日でやめます。マジ、絡まれまくって、空気がないようなもんですよ。じゃあこれから、はい、ミサオリだ。マジかよ。ちょっともう一回聞いていいですか。僕の一番好きな人で、拙者の一番好きな声優でござるの。ちょ、もうこれやばい、これ。これ絶対先生重要人物だよ。何かしらの秘密を知ってるか、あのチームの監督になってくれる人だと思うわ。有名声優を使うっていうね、もうメタ読みで分かりますね。数日遅れての入学になりました。運命。ササナミ運命です。運命。よろしくお願いします。すげえなこれ。ご両親の都合これ匂いますね。運命と運命的な出会いってわけだな。こんな運命話はねえぞ。あぶねえ。ムービー飛ばしとなったマジで。崖が涙つぶすぞマジで。ササナミくん、じゃあ、これはクラスカートストップですね。え、モブキャラ可愛い。気入ってんな。いや、ポジションどこだろうな、こいつ絶対仲間になるもんな。俺は木曽路平太。みんなには素地って呼ばれてる。よろしくね。いや、声優があって聞いたことあるもん。まあ握手しないでしょうね、陰気なんで。さっきの全然面白くなかったって言いながら自分が一発ギャグしたらおしっといいキャラだったんだけどね。さすがにフォワードかこのタイプは。こいつさっきの不良のダブルストライカー説ガチである。服装やばくねこいつ。フード付きパーカー暗いよお前。風景こいつですよ、罰するべきは。一緒にゲーセンでも寄ってくか。禁止されてるだろう。じゃあどこ行きたい。お前この町来たばっかだろ。めっちゃいいやつね、こんななんか握手もしない陰気に話しかけて。最高だよ。主人公ちょっと感情移入できないな俺。町のデータならすべて頭に入ってる。データ多分君よりも、ね、これ司令塔です。僕のデータないぞって言われて抜かれるやつですね。これ自分から孤立して、あやばい、もうドン引きちゃったよこれ。やべえこいつって来たー、攻略しがいのある陰キャ。陰キャ、この僕が陰キャ。ちょっと待って、陰キャとかいうワード使うこのゲーム。攻めるね、レベル5。これそのうち多分チーギューとか寄るぞ。お前このチーギューなんで仲いいんだよみたいな。手でか。まあ待てて、これバトルの流れだな。俺がお前のこの町での最初の友達ってことでいいだろう。めっちゃいいやつじゃんこいつ。もっと話そうぜ。陰キャ、しつこいな。ちょっと陰キャって言われたことだけ許せないけどな俺。ボコボコにしちゃいますか。まあまあ、早速ストーカー排除転校してきて不安かもしれないけど気遣いよね。ストーカー言いがかりやばいこいつマジで。妖術の櫛田みたいにやばいやつ、そういうリスクヘッジができる賢い主人公。いやちょっと感情移入できないな、性格もだしね、ここもあんま好きない。やっていけるか俺ら。なあ運命、人の名前で呼んでいい、友達ならないか俺と。さっきこのなんかウェーみたいなアイテムの取得音ちょっとめっちゃ好きやつ、ね、もう当たり前だろ、ついてこられて壊れますよマジで。親切な押し売り、親切な押し売りボール蹴っ飛ばしてどうにかしてくるわ。これちょっとアイテム集めのだるそうっすけどね。話聞きましょうか。とりあえず JK には中学生か、話聞きましょう。どっちがいい。あーなるほどね、マウントね。忍者ない今そうやって自販機チェックもしますからね。アロエシロブドウと、アスラルジュースはありませんので、この町からは出てきたいと思います。はい、中学生がこんな遅くまで繁華街とか歩いたりほどされますよマジで。ワイヤレスイヤホンなくした。僕も陰キャなんでね、前まではずっと有線イヤホンでしたからね。 iPhone15 になってからはまあ無線オンリーなんで無線にしましたけど、まあ15以下はちょっとあれだよね、ダメだよね携帯マジ切れたな映像。こういう路面電車うちの周りないんですよね。やばい見バレする、なんでもないです。九州って路面電車知ってんの？マジ知らないんだけどさ、沖縄しかしゃぶったことないから俺。喧嘩？なるほど。あーこれ桜崎長寿、誰かがコナン君みたいにサッカーボールで全員ぶちのめすみたいな、で巻き込まれちゃうみたいな、ありますこれ。どこにいてもストーリー分かっちゃうんだよな俺。迷惑なやつ。え？
あ、これでお前なんで見てんだって絡まれるやつ。やべえな、これ。なんつ、蹴りか蹴り。なるほどね、こんな簡単なことを見落としてると。蹴りの強さに惚れ込んでしまうけどな。続きをやろう、運命くん。調子乗りやがって。危ない。なめんなクソガキ。あ、死にましたこいつ。ここ、こい。あ、紫系の膝だね。確かに紫ってあんまなかった気がしてる。エイリア学園最高の出来栄えの人が流星ブレードとか言わだ打ってますっていう気がしますけど、まあ忘れましょう。それはやっぱストライカーだったか。個人的にこれだけキープだったらちょっとおもろいなと思ってたんだけど、さすがにストライカーですよね、これは。お、やばい、階層入った。激安階層チャンスアップ入りましたね。これパチンコだったらこれ押し切れますよ。チェーンの 80% ぐらいあります今の。なんだあれ、これ本当に中学生か。踏み込みの速さ、あ、これ高校かもしれない。中学生なわけねえよな、これ。あれはバケモンすぎるんだけど。あの足は、僕のデータにないぞ、この足は。すえこいつマジ。染め岡とタイマンハットしよう。どっち強いんだろう。染め岡で実は喧嘩してるシーンねえもんな。もう終わりか。おぶな、よく受けたなこいつ。まだまだこんなもんじゃ足りねえんだよ。いや、中学生って感じいいね。とことんやろうぜ。髪の毛やばすぎる。マジで少し固まり入ってこない。誰も見てみぬふりできねえような。殺し合いはよ。迫力あるな、やっぱ顔マジで。アニメーションやる気ある。あ、君はサッカーができるっていうタイトル、これあれか、主人公がこいつに言うんじゃないか。つまり僕はサッカーができないことになりますので、君はサッカーができる、文脈的にね。あ、文系できます。僕いろんなものを失うよ。あ、いろんなものを失う。これあれですね、暴力で完全にサッカー一回やめてますね。あ、もう分かっちゃうんだよな俺。何かしらの原因でやりたいけどできない。しかもそれは親の原因。主人公は親のせいでやりたくてもできない。こいつはもともとサッカー部だったけど暴力起こしたから何かしらの罪を見つけてできなかったしまってくれてしまった。こいつはね、こいつはね、誰から構わず喧嘩吹っかける。で、主人公はやらせできない。あ、もう完全に読めましたね、ストーリー。これはいわば外中空城よ。ストーリー楽しみて、マジで。そうさ、ドキドキしてよ。夏のために頑張ってんの。酒の内容分かっちゃうじゃない。クズじゃない。そろそろ帰んなガキ。まだ会って、まだ初めて会いましたよね、こいつら。桜崎先輩よ。この緑色の眉毛見ると、あの物語シーズンの名前忘れましたけど。見てこの顔。何言ってんだこいつ。あって初日のくせに何言ってんだって顔しました。これドン引きの顔ですよ。くっそ、やがれてどうしたぼーっとして。俺鉄パイプぶん殴られます、これ。寝ぼけてんのか。蹴りの桜崎さん言うな。先生とか来ないとこれまずいですよ、これ。若干目障りですんで。あー、知っちゃうやつこれ。おられても面白い。スーブンシンバーズ。スーブンシンバーズ。ほぼヒカキンだった今の。スーブンシンバーズ。クイクイ。いいね、このかばったことによって恩を与えていくっていう。死んだこれ。おい。なんでこんなこと。お、死んだこれ、もしかして。マジかよ。生きてるよな。これ死んでさ。てめえら。殺しやがったな。え、死んだの。やば、これあれじゃない、なんか魂だけがこいつ譲って、おい、サッカーしたいから乗っ取っちゃいますみたいな。やばい話じゃない、そういう、もしかして。あ、待って、まず死んだ。ゲームセット。お、生きてる、危ねえ。生きてる、危ねえ、死んだの、乗った。お、気がついた。あれ、あれ、これ母親か。あ、優しそうじゃん。こいつのせいではないのか。ゆっくり。これ父親があれだな、極悪、非道打ち首破壊人間説あるな。もうびっくりしたんだからね。俺の交差点外れてる。どうしてここに。親じゃない、もしかして。お友達が運んでくれたそうよ。お母さんも会ってないの。おい、おい、しっかりしろ、おい。桜崎先輩、ちょっと鼻赤いの気になるわ、マジで。ごめんなさい、本当にこれし気にならないっす。
絆創膏貼られますかね、病院に行って。絆創膏だけはないと思いますけどね。子供が夜に出歩くもんじゃない、本当に。反射と付き合うのやめた方がいいました、さっきのやつは。警察に言おうぜ。普通に鉄パイプで頭殴られました、僕。最近もし殺されましたよ。逆に警察から任務を与えられたんだけど、俺。僕、今日から国家公務員ってことでいいんですかね、じゃあ。海辺はね、いないで何か足りますからね。普通にこう、おー、なんだ、肉まん食ってるぞ。練習はおにぎりだぞ、マジ。おにぎり食え、こいつ。九州たちワンチャンねえから、ゴーエンジ練習してるみたいな、そういう話。チルする女性。チルするって何？ちょっと日本語おかしくない？チルってる女性じゃないの。これ、開発部、これ、陰キャとかチルとか、ちょっと若い言葉使おうとして、使い方、間違ってるでしょ、これ。おじさん軍中なんじゃない？トゥワイスをトワイスっていう人たちの集まりでしょ。赤いびっくりマークとか、使ってそう。おー、喋りかけようと思ったけど、ちょっとやばそうだったからやめました。酔っ払ってますね、勝手に。あれは。うわ、ヘーベルハウス。ジョージ。いい家だ。学校は楽しい。ちなみにこれ僕の家です。あ、名家パターンか、こいつ。校長からは、素晴らしく模範的な生徒だと報告。なるほど、今、ゴーエンジパターンじゃん、これ。その調子で頑張れ。父親がさ、進学先の高校は、アメリカの学校を手配してやる。でも一瞬父親が医者でサッカーやるつもりでしょ、これ。お前の行く道は、輝かしい未来しかないのだ。好きだね、レベル5。医者に対してのヘイトやばくない？レベル5。偏見の塊じゃない。医者とかさ、子供のあれでしょ、産んだら勝手に霊、勝手に叱られてるでしょ、今の開発資料これ。うわ、親が医者のパターン、これ、だからどうしようもない環境を作るのうまいな。目に光な。今の重要人物ですね。はい、重要人物いっぱい出てきますよ。海のグラフィックやばい！ほぼサブノーティカ。これはひねくれますよ。ほんとサッカーしてんだよ、こいつも。純粋なね、気持ちを持って生きてるわけ。あ、これたまたまここに探しに来たわけじゃないんだ。こいつから来たんだ。これ多分ね、お互いに言うんすよ。おい、後輩。サッカーしてんだけどさ、みたいな。何してる？僕できないんですよ、みたいな。助けてくれたんで、なんでサッカーやんないんすか、みたいなこと言うんでしょ、こいつ。誰も殺してないですよね。は？サッカー部じゃねえのか、こいつ、もともとそうか。蹴りがすごいだけか。お、これ、八景島じゃないや、なんだっけ。なんで止めた？沖縄の水族館なんだっけ。チラウミか。僕、修学旅行で行ったことありますからね。修学旅行生と中国人観光客が多すぎて、何も見えませんでした、はい。入場制限かけた方がいいですよ。優等生の気まぐれ。うちの班メンバー、これ終わってるわってすぐ外に出ましたからね。私、クジラじゃねえや、なんかいるんだよな、すげえのが。でも、もったいないって思ったんです。もったいないね。すげえ染め方してんな、これ。染めてる人、プロだろ、プロですね、この美容師の人。知りませんが。先輩の足はただの足じゃない。1万人に1人。いや、10万人に1人かもしれない。おお、持ち上げるな、こいつ。早くサッカー部作っちまえ、マジで。天空を切り裂ける足です。天空を切り裂ける、天空落とし。なるほどね。ポエマかよ。ポエマですな、これは。うわ、あの不良と、要するに、ソジお前が俺の足を守るために、鉄パイプの前に飛び込んだってのか。まあ、そうですね。イカれてやがる。もう好きになってますよ、こいつ絶対。絶対この、こんな俺のことを思ってくる。一つ言っとくぞ。愛してる。俺に関わる。うわ、違った。読めなかったか。まだツンツンしてるね。まあまあ、最初の頃はみんなツンツンしましたからね、大体。わかります？な、基本的に最初の頃ってみんななんかツンツンして、なんか僕、俺は頑張るぞみたいな。やっぱしてんじゃん、サッカー。え、左のやつあれじゃない？ソジってやつじゃない？あ、違うか、さすがに。似てるような気がしたか。さすがに気のせいか。あってもよかったと思ってたね。X の項と定数項をまとめたら、あ、ちょっと頭痛くなるんでやめてもらっていいですか。ちょっとそういう話、数学の話は。だけです。簡単でしょ。キャラマジしレベルはし、あれだな、仕上がってんだけど、こいつ。こいつか？こいつじゃないな。このドリブルしたやつか？違うな。あー、こいつやん。なんでそこにいんだよ。お前、フォワードじゃねえのか。めちゃめちゃ下がってんじゃん。は？はっバケモン、バケモンいる、マジで。センターラインの、ちょっと過ぎたとこからシュートして、しかも今なんか、一回止めたけど完全しなかった、今。これサッカーやらせないの、やばいって、親は。医者でしょ？これお前サッカーやった方がいいよ、お前。バケモンだよ、お前、この足。ってやらせるべきで、絶対、マジで。おかしいって。サッカーやらせてくれよ、俺に。
こんなに桜崎さんはい BL と気になるんだろう。これ間違いなくピクシブに BL 書かれますね。はい、いないで多いんだよな BL。 壁山とクリマスとかね、気になるんだろうって。このセリフやばいっすよ。飲まんだけどこいつ。まあ学校にはよくいるタイプの不良、彼の足の筋肉は特別。うわ、これマネージャーだ。マストですね。名前書いてあるのおかしいですもん。基本的に名前ないんですよね、モブっていうのは。うわ、これマネージャーですね。よろしくお願いします。後で、後ろに案内しますので。最後の一人、どこやねん、どないやねんだな、けど。裏側か、これもしかして。おー、なんかすごい。書き込みがすごいってか、なんだ。ちゃんと野球場前作って、広くね、マップ。え、待って、アメリカのオールマイトいる。スターなんちゃらの人。ちょ、ニューオーダー使ってサッカー部、うわ、入れないんか。サッカー部作ってくれねえから、マジこいつ。あ、これあれじゃん。タイトルのやつじゃん。キリン実説。なるほどね、体験版では顔見せないよみたいな粋なことをしてるわけだ、これは。はぁ、さすがに有名人すぎるな、あいつ。みんな知ってんじゃん、さすがに。これ集めたやつを確認するシステム、やめてもらっていいですか。一日も練習してもらって、やばいね。だからこう、父親マジ、あれすぎる、ヒロアカの映画のダークマイドすぎるな。に、クソ似てる。ここ、有名なのかもしれんな。ちなみに僕も声優出てますからね、ヒロアカの声優。そうそう、仲良くなってくんないと困るんだけど。アニメ多いね。もう、てか、ほぼもうなんか、体験版知るってよりは、もうなんか、アニメをずっと見させられてる感じに近い。見させられてるって言うと言い方おかしいな。見させていただいてると言った方が正しいのかもしれない。あ、これ伏線ですね。あれ、僕が、なんか部屋おかしくね？もったいない。あ、違ったか。って思ったんです。もうちょっと早くチーム組んじゃえよ、マジで。早く付き合っちゃえよ、みたいな感じで。早くチーム組んじゃいよみたいな。お前、先輩はかつては成績優秀でスポーツも万能、ことサッカーにおいては周りが一目置くほどのレベルだった。なのに1年前から学校の汚点ともいえる存在になり下がった。言うね。いきなり何なんだ。先輩に対して関わるなっつっただろ。なめられこいつ。いじめられます。理由は何ですか。喧嘩を止めてあげたお礼に聞かせてもらえませんか。止めてあげた俺はやばい。別に頼んでねえだろ。今のうちです皆さん、こういうなんか初期の仲良くないのが見れるのは。でこのすぐにチーム組んで仲良くなりますからね。テーマと剣みたいに。多分ですけど、びっくりした。お前には分からねえだろう。息止まったんだけど顔面よくあるやつ。うちみたいな家だと、なんか父親はよくあるやつ。あれじゃないですか、なんかあのボール飛んできてびっくりさせちゃうみたいな。学校も習い事も付き合う相手すらも全ては親に決められる。多分ですけど、この鳥合体で出せますからね。全ては親の指示で。いや、あの陰キャバカにしてくるあの要件をまず3人でやるでしょう、ね。3人の合体技。生まれてからずっと。はい。だから先輩はそのレールから外れるためにわざと退学になろうとしている。そういうことでグルってるわけじゃないんだね。でも学校側は退学にはさせない。先輩の親が学校へ退学の気持ちでグルってるんだと思ったら、わざとグレて。評判悪くして親から見放されるって実機やりてえってことね。先輩はなんでサッカーをやめたんですか。なるほどな。やめたわけじゃない、取り上げられたんだ。意外とデータチックな顔するくせに結構熱意あるね。サッカーは俺の最後の取り上げだった。意外とエンドは俺タイプかもしれない。追っかけ回して、体をぶつけ合う野蛮なスポーツはダメだと。じゃあ卓球とかいいんじゃない。やるなら紳士のスポーツテニスにしろってば。テニス、サッカーやめてテニスやれ、珍しくね。野球部、サッカー部、バスケ部はなんか役に立たないと三大巨頭みたいなとこない。まあ私陽キャだったんで高校は家庭部でしたね。はい、られるだけだから。年間500円払えば幽霊部員の権利を入れる最強の部活でしたね。でも校内の学生の3分の1は入ってました。取り上げられた、それが理由。あ、やばい、なんか地雷踏んだ。それがサッカーをやめた理由ですか。なんか地雷踏んでね、これ切れてますよ、僕。運命さん、誰も親には逆らえない。こんなことお前に話したところで何にもならないがな。ふざけるな。そんなことでって言うと、これに懲りたら二度と俺の邪魔。来ますよこれ。いいんじゃないですか。サッカーなんて。そっちタイプか。ないんで。あのあれね、パッションじゃなくて、はいはいみたいな呆れるタイプね。僕は帰ります。そっちのタイプの人間だったかこいつ、もしかして。で実は熱意あるなと思ったらなかったな。お話聞けてよかったです。なんか地雷踏んでますね、これ完全に。めんどくさい、なんか彼女みたいな感じで、なんかツイッターに取り上げられそう。言うんじゃないこいつ。なんかやべえやつ絡まれちったっつって。僕はなんでこんなにイラついてるんだ。やば。
自分から話しかけといてイラついてるってこいつ。しかもやべえ、しかも呆れて帰っちまうじゃん自分から。早く帰ろうぜマジ。帰ってさ、バロンってやろうぜ。現実とかサッカーとか言ってる場合じゃんかね。